溶接不良？気がついちゃったら直さないとね。フレームの剥離も始めるよ。素手で剥離剤を塗ってるけど、やめた方が良いね。ラッカー塗装は剥離剤で即剥がれてくるから面白い。どうしても塗装が取れなくて紙ヤスリの登場だよ。サフェーサーの足付けも兼ねて表面を整える。いろいろ割愛するけど、小物類は酸のブラストも活用して塗装を剥がしたよ。これぐらいまで綺麗になったよ。まとめてサフェーサーを拭いてもらいました。しかし拭いたら見えてきた溶接剥がれ。ホンダの工場での溶接不良だと思うんだけど、がっちり隙間があります。一応知り合いのモンティーマニアの人に写真を送ってみてもらったら、その人のフレームはもっと綺麗な溶接だったそうです。新入社員研修で溶接したのかな。結果、左右とも溶接し直してもらいました。
吹いてもらったので下地面も整えていきます。エンジンかな。